ルパン、そろそろ話してくれてもいいんじゃないのか。知りたいのさ、ルパンって何かをな。ところが、いただいたはずのお宝がどこにもねえのさ。なぜ最初から古文書の文明を知ってた？藤子の言いなりに見せかけているように俺は見えたが。なあ、次元。なんでこんな仕事をしている？金が欲しかったら隣の空き巣に入って忍び込めばいいじゃないか。よりうまい酒を飲むっていう答えじゃダメなのか。ダメなもんか。俺だって一緒さ。俺もふっと思った。狙ってものは必ずバイトル。神出鬼没の大泥棒って。いつの間にかそのレッテルがついて回るようになった。もしかしたらこれはルパンから代々伝わる呪いじゃないかなと思ってるんだ。らしくねえな。ああ、まったくだ。だけど、お宝のアリバイ行けば、なんか謎が見つかるんじゃないかなーって、俺は、ふっと思ったのさ。